よろしいでしょうか。これは流れは任せちゃっていいです。はい、一応さっき教えておきましたね。はい、わかりました。できなかったら、はい、乗ってきて本当に持ち込んでいただいて、わかりました。はい、すいません、じゃあよろしくお願いします。はい、お願いします。皆さんこんにちは。本日もやってまいりました、さくらビンゴ東店様の、私こちらでこのさくらビンゴ東店様で5のつく日にイメージガールをさせていただいているんですけれども、はい、本日はスペシャルゲストにまにもさんがいらっしゃってます。はい、よろしくお願いいたします。本日打たれる騎士とか何に決まってらっしゃるんですか？いや、全然まだ決めてなくて、入ってから決めようかなと思ってるんですけど、けど なぜこうなってるんですか、言って。いや、違う、距離感があるな。距離感？まあ、初対面なんですね。ちょっとこう、近い、今。いや、別にそんな無理しないでいいんですけど。無理しないでいいんですけど。はい、初対面なのにすごく優しいですね。いや、とんでもない。何を逆に打たれるっていうんですか？私はですね、はい、初心者なので、お前は一からやり直してこいってこの間言われちゃったので、初心者なのに一からやり直すってどういうことですか？そうですね、ここも進んでない感じです。なるほど、力覚えていくってことね。はい、はい、ラクラを打って。あ、なるほど、はい、最後に結果とかまたお聞きできればなと思ってます。はい、わかりました。じゃあお互い頑張りましょう。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。抽選されたわけですよ、はい、はい、止めてください。はい、お見た。そう、今レバーを叩いた瞬間に当たりが抽選されたから引っ張った。おお、だチェリーが狙えてないからチェリー同時当選かどうかっていうのは分からないな。はい、はい、じゃあそれです。はい、ということは今レバーで何が抽選されてるんですか？レバーで何が抽選されてるんですか？レバーで今当たりが抽選された、レギュラーボーナス、レギュラーボーナスが抽選されました、はい、332ゲームで、そう、332回でレギュラーボーナス来ました。バケ、はい、戻るよ。ということはレバーを叩いた時に今ブドウが抽選されたから、それああ、そっか、そういう仕組みなの。この瞬間に決まる。この瞬間に決まる。全てが決まった。やばい、これ一番最初に切ったのにな。やってると今日は1からのスタートですから。だから簡単に言うとね、はい、ビッグ確率がこれが例えばだよ、大まかに260分の1です、はい、ね、そうすると260本の用紙の中から1本それが当たりなの、はい、分かる、簡単に言うと。そう、それを毎回ずっと引いてる、レバーを叩くから、この瞬間に決まると。その他にもチェリーが10分の1だったら260本あるんだったら26本入ってる。はい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 、ね、ブドウも10分の1だったら26本その中に入ってる、はい、その中から毎回引いてって、ブドウだったりチェリーだったりハズレだったりを引いてたまにボーナスを取る。なるほどね。その意味を知ってるとレバーの叩き方が変わってくるでしょ。なるほど、これ全部が決まってる。これ全部決まると思ったらこのやり方もなんか気合入りますね。そういうこと、そういうこと。はい、で移動しました。こっちの方がいいでしょう。マイジャグ3、マイジャグラー3、え、はい、ビッグ8回レギュラー7回、本命131番。マリモさんはギルティークラウン。あ、光ったろ、光った光った。お、ビッグ来ました。244回、ビッグ、よし、よかった、移動成功だね。移動成功、相当紙がありがとう。
確率きついな、これだと。逆にここまで出ないのすごいかも。555までにしとくか。はーい、555まで移動します。これは何ていう機種だか分かりますか？マックス。 B マックス。はい。 A マックスとかあるんですか？ないです、ごめんなさい。わー、初。はい、あのスイカが1枚なんでこぼしてもいいっす。あ、でも適当でいい。はい、なんか音がかわいい。はい、回して回して。はい、あら、あ、当たった、当たった。え、早っ、どこで見たんですか今、どこで当たった？いや、もう7が揃ってるじゃん。あ、これ当たり？その手前では当たってるかもしれないけど。やったー、来た来た。ね、これボーナス中が、ボーナス中がちょっとね、大変なんだ。枠内に止まってるからいい。はい、ちょっと早いけどね。おお、へえ。あ、見て見て、できた。自分でいいよ、やった、いいよ、おお。はい、移動を連チャンしてますけども、はい、めっちゃ大移動してます。はい、ありがとうございます。はい、ごめんなさい。宮村さん、ジャグラーで2回しか今日当たってないんだけど。おかしい、どういうことか。私のジャグラー。よし、来たー、ペコありました。あ、レギュラー来ました。396回レギュラーです。187回スカートあったんで209回。はい、多分今日最後の台はこちら、アニバーサリー、ジャグラーアニバーサリー。今総投手が38。やば、今までで最高、最高額投資かも。あ、当たった、やった。わあ、初めてビグ来たかも。初めてじゃないか、でもビグ来た。221回ビグ来ました。ジャグラーです。1500ゲームぶりのビッグ今日。いや、ジャグラー恐るべし。よし、レギュラー70回できました。今日ジャグラー初じゃないこれ。どれがですか？今日ジャグレン初じゃない？100ゲーム以内に連チャンするの初でしょ。あ、確かに、ようやく、ようやくなんかいつもの感じが来た気がします。よし、来た。早いね、27ゲームね。おっと、外しちゃった。これはビッグが続かねえな。レギュラー28回できました。お、来た。1回で揃えてくださいよ。はい、これはやった、94回ビッグ来ました。よかった、ここだったか。ここでした、ここだったか。私のオアシス。
なんかめっちゃ潤った気がする。皆さん、はい、残念ながらお時間です。はい、アニバーサリーさんありがとうございました。まあ、ようやくちょっとね連チャンし始めたんだけどね。はい、残念だけど、はい、はいはい、本日もお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。じゃあ私の結果から矢先に申し上げますとですね、はい、1880枚投資の、はい、最終が473枚流したんですね、一応。最後なんとかって、ね、ちょっと計算しますね。で、はい、マイナス1407枚です。あ、マイナス、はい、負けてしまいました。はい、あの、そうですね、負けましたので、ジャグラーだけ、あ、途中に、BMAX、そう、BMAX なるほど、ちょっと教えていただきました。はい、はい、AMAX あるんですかと言ったら、ありませんとか言われましたそう思いますよね。有本さんの結果も、はい、聞きしてもよろしいですか。はい、私は4万3000円投資の回収なしで2000枚ちょっとのマイナスです。はい、あなたより負けてしまいました。はい、どうしましょう、すごいコメントできない。僕も打ちましたよ、BMAX、 あなたの後。あ、本当ですか。続いて、あ、嬉しい。嬉しいの意味がよくわかんないけど、レギュラーが1回当たっただけで、はい、あ、一緒かも。あなたビッグ当たったんだよ。2人合わせて1ヶ月で。そうね、はい、ひどいもんでした。いや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 、でもこの後私だけ反省会があるんですよ。むしろ負け方で言うと僕ですけどね。私が全て引き受けます優しいな、真に引き受けます。聖母マリアみたいな、そんな感じで次こそは勝ちが来るかなと思ってなるほどね。今もらっとよければ罰を、はい、はい、なるほどね、はい、はい、今回の次は私が全部引き受けますので次も頑張ります。本当頑張る気ある？あります。そうでしょ。いや落ち込んでるんですよ、ちょっと。あ、そうなのね。落ち込むとさすがにこうちょっとがっかりきてるみたいな感じなのね。じゃあ次はプラスで、はい、次はプラス4万枚ぐらいで頑張りますはい、じゃあ4万枚出るぞ次4万枚出るぞ、この野郎。いやどういう魔法をしたら4万枚出るんですか。一緒に頑張りましょう。わかりました。機会があれば、機会があれば、はい、2人で4万枚ね、出しましょう。はい、わ、はい、かりました。本日はお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。まあ、感想です。はい、打ち方は前回よりはまた戻ったかなって。全然不自然だよ、まだ、全然不自然だよ。で、根本的なものを理解してないんだな、やっぱりっていうのは分かったんですけど、まあ、前回よりは、まあ、プライベートで打ちって勝ったってね。はい、そうなんです。まあ、打ちに行ったんでしょうけども、来ました、ちょっと次どうしたい。それですよ。もうね、おじさんね、もう、はい、教え方が分かんなくなってきちゃって、そんなにダメ次回、はい、ちょっと出だしに引きテストやってみましょうか、はい、どれほど分かってるか、まあ、根本的なね、うん、簡単な知識というか、そう、はい、あと実際あの南野さんに教えてみたいなっていう人がいたら、実際本当お店に来ていただいてですね、教えていただきたい感じですよ ね。だからもう5のつく日あなたは毎回来てるんだから。来てます、うん、だからその時にぜひ来ていただける方は来ていただいて、あの南野にスロットというものを教えていただければなと思います。お願いします。はい、思います。あ、結構分かっていたつもりで、あの動画を見てですね、うん、CZ がチャンスゾーンとかようやく分かってきたので、でもまだ多分そこのレベルじゃないんじゃないかなと思うのね。そんな気も自分でしましたね。レバーを叩いてレバーで全てが抽選されてると、狙う意味はでも一応あるんですよね。狙うチェリーはね、チェリーでもそれ以外は制御で揃うようになってるから、はい、うん、取りこぼしはないわけですよ、ジャグラーに関してはね、はい、まあ、ベルもそう、ベルもあるんだけど、うん、細かく言うと、でボーナスが当選してれば光るわけじゃない、はい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 、で途中なんでバーをずっと狙ってるのに光らないんですかって言ってきた時点で、うん、この野郎と思うわけですよ。はい、はい
まあ、というわけで次回ちょっと最初にテストします。はい、はい、でレベルをちょっと知ります、完全に。はい、はい、教えてください。お互いテストみたいな。そう、うん、でそれでまあ打つのは、まあ、ジャグラー打ってもらうと思うんだけども、そこで現状のね、南野さんのねレベルをちょっと今一度こちら側も再認識してですね、はい、うん、まあ今日当たらなかったらしょうがない、引きが引ける日引けない日があるのはしょうがないから、うん、それは別に腕でも何でもないんですよ。はい、それはまあ引きがいい日悪い日あるんで、そこは別になんとも思わないので、はい、じゃあちょっとこの反省会でとか今日いただいた言葉を見直しつつ、基礎から勉強しつつ、まあ、プライベートでももうちょっといて頑張ります。はい、お願いいたします。お願いします。